ニメ特撮作品のリアクターをしております、アスカと申します。ということで今回は映画トラペジウムのレビューをしていこうかなと思います。極力ネタバレなしのレビューになりますけれども、まっさらな気持ちで映画を見たいという方は一度ここでブラウザパックしていただいて、映画を見た後にまたぜひ視聴に来てください。まずはこの映画のあらすじから。高校生の主人公東優はアイドルになるという夢のため、自身を含めた東西南北の美少女を集めてアイドルグループを結成するんだと決意します。そして他校に赴き美少女探しを開始。いつかアイドルグループになるという彼女の野望は打ち明けずにひた隠しにしたまま他校の美少女たちと友達になります。そして仲良くなったのが西の星くるみちゃん、南の星蘭子ちゃん、北の星美香ちゃん。この3人と仲良くなってなんやかんやあって、なんとテレビ出演のチャンスが舞い込みます。4人のアイドルへの道が始まるのか始まらないのかみたいなお話です。トラペジウムを見ていて面白いなと思ったところなんですが、アイドルになりたいっていう強い思いがあるのは主人公の東優ちゃんのみなんですよね。ここがすごく面白いなと思ったし、ストーリーのスパイスとしてかなり優秀でした。ゆうちゃんは好きであるがゆえにアイドルに対して狂心的であり盲信的なところがあって、他のメンバーとね明らかに温度差があるんですよね。これがまた生々しくて個人的には大変良かったです。キラキラした青春映画の部分ももちろんあるんですけれども、妙にリアルというか現実で起こってそうというドロドロとした逸シーンも多くて、作品を見た後に乃木坂46の元メンバーの高山一実さんが原作というのをアスカは知ってですね、まあ、ちょっと背筋がねゾワッとしました。まあ、強烈に印象に残ってるシーンがあるんですけど、まあ、人が壊れる瞬間とかって心に残るんだなって改めて思いました。そこがなんかリアルでねすごい見ていてしんどくなりましたね。だからこそアスカはトラペジウム絶賛しております。いやー、あそこのシーンすごかった。本当にぜひみんなにも見てほしいです。念のために言っておくと、後味はめちゃめちゃ爽やかなんですけれども、万人受けするストーリーではないかなと思います。ただね、そんなに癖が強すぎるっていうわけでもないので、難しいんですけど、系統で言うと秒速 5cm とかそっち寄りかなと思います。主人公の東優ちゃん、いい意味でも悪い意味でも正統派主人公ではないです。 X だとやべえやつってよく言われてるんですけど、アスカはもう夢に取りつかれてひたすら行動を起こし続けたタフな女の子に見えました。もちろんやべえところはあるんですけれども、このね突き抜け具合がもはや好感持てたまであります。ゆうちゃんは利己的で打算的に見える描写が意図的だと思うんですけど、映画の前半にねすごく多くて、こいつ嫌なやつじゃないってこう視聴者的には主人公にヘイトが向くような構図になってるんですよね。それもまあだ特殊というか面白いんですけど、前半ストレス感じる人はもしかしたら若干いるかもしれないですね。その利己的で打算的な自分の行動が原因で人を傷つけてしまって、人を傷つけた痛みを知って、そして自分自身を振り返って東優は主人公として成長するという物語がトラペジウムだとアスカは思っています。ただこの映画ですね、行間を読ませに来る映画で、キャラクターの掘り下げとか心理描写がめちゃめちゃ少ないんですよね。なんでちょっとキャラの解像度を高めるのに苦労するかなと思いました。アスカは性格が終わっているんで、こうユウちゃんに共感とまではいかないんですけど、シンパシーを感じる部分っていうのがあって、器用貧乏でそつなくできるけど尖った武器がないとか、人に頼ったり相談することを逃げとか負けだと認識しているところとか、アクションを起こしても成果が出なければ何もしてないのと同じっていう考え方になっちゃうところとか、そういうねタイプなんじゃないかなって思うんですよね。なんで彼女がアイドルグループという選択をしたのか、その理由が分かる瞬間っていうのがあるんですけど、まあそこがね
現実は非常であるっていう感じで、まあ、個人的にはめちゃめちゃインパクトがあって、よさみがね深かったんですよ、まあ、そう来るかみたいな。ぜひね皆さんにも映画を見ていただいて、この主人公の東優ちゃんどういう風に感じたのか聞かせていただけたら嬉しいです。ということで今回の動画は短いですがここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よかったらぜひね他の人の印象聞きたいんで、トラペチウムの感想をコメント欄にお願いいたします。